るんじゃない？あとそれがそのいろいろとわけがありました。なんだいその顔は。なんかついたのかな。なんだ。あら。いやしまった。染みたわらだったんですかこれは。ともかくこれでしょうがない。おはり。いやしかし、ね、私はただいま無一文でございます。そんなこと見りゃわかるよ。どうだい？きっとはお腹の立ちになったかい？はい、ありがとう存じます。ああ、これがクジラ餅って言うんですか？ああ、玄米の粉で作ったお餅を黒砂糖で味をつけたものさ。見た目が山クジラとも言われるイノシシの肉に似てるだろ。なるほど。それでクジラ餅っていうわけで。私はね、てっきりおかみさんが。いいさ。あんた、ちりめん問屋のご隠居だかなんだか知らないけど、博打で有り金巻き上げないだなんて呆れたものが言えやしないよ。いい年してなんてざまだ。恥ずかしいと思わないのかい？そりゃもう、なんともお恥ずかしいことで。時におかみさん、お世話になった上に、誠に恐縮でございますが、ここに泊めていただけませんですかな。まあ、ずるずるしい。勝手によし。ありがとうございます。